どうもハンサムクロージです。はい、今日はマクドナルドの新しいハンバーガー買ってきました。アメリカンデラックスバーベキュービーフとバーベキューチキン。前もアメリカンデラックスシリーズちょっと前にも出ましたけど、さらに新しくバーベキューシリーズです。じゃあ開けてみましょう。パンが3枚のタイプのやつ、ビッグマック系ですね。ボリュームがすごい。チポトレソース、バーベキューソース、ビーフパティ、プルプル卵、スモークベーコン、セサミバンズ、シャキシャキレタス、チェダースライスチーズの8種類。チポトレソースってなんだろう。チポトレソース気になる。辛いやつだ。チポトレソースは燻製にした唐辛子を原材料としたソース、酢とかも入ってる、タバスコのすげえやつみたいな感じかな。へえ、チポトレソース入ってますかね。なんせ、じゃあチキンからいただきます。こちらがチキンバージョンです。ハンバーグの代わりにチキンパティが入ってますね。持つのが大変だよ、こんだけ分厚いと。おし、持てた。ほうほうほう、うわーでかー。あ、すごい香りがする、辛い香り。これがチポトレ、わかんないけど、まあいただきます。なんかスパイシーだな。あ、ちょっとピリッとしますね、やっぱり。やっぱチキンのボリュームがいいですよね。そもそも3段で卵も入ってて、すごいこう厚みがあるのに、プラスチキンパティだとサクサクの食感もいいですし、食べ応えもすごくあって結構なんかいっぱいありますね。でね、とにかくソースの味が濃いです。バーベキューソースなのか、これチトレ、あれなんだっけ、チポトレソースなのか。味が濃くて辛さもあってピリッとしててスパイシーっていうか、メキシコ系のスパイシーな辛さ。めっちゃ辛いわけじゃないですけど、味が濃くて印象に残る辛さで、好き嫌い分かれそうかなと思いました。この味はごちそうさまでした。7ハンサム。ちょっとね、癖がある感じ、でもボリュームがあってね。クーポン使えば、僕はマクドナルドのアプリのクーポンを今回使ったんですけど、470円で単品食べれるので、まあそんなに悪くないかなと思います。マジこのマクドナルドのアプリめっちゃいいっすよね。めっちゃクーポンあるし。次、今のやつのビーフバージョン。ごまちょ、ちょ、これもビーフパティとはいえすごいボリューム。これほんとね、大変だよこれ食べるの。じゃあいただきます。うまいな。おいしい。味濃い、すごい。これも味が濃かったです。やっぱりソースの存在感がすごい強いですね。チキンもそうだったんですけど、もうチーズ入ってるけど分かんないですよ、なんかソース強くて。ただやっぱり食べ応え、ボリュームすごいありました。あとビーフの方がチキンと比べてこう、なんて言うんでしょう、全体のバランス、ベーコンとの組み合わせとか、卵と合う感じとかもバランスが良かったなと思いました。卵があるから割とマイルドになるんじゃないかなと思って食べても、全然ソース強いっすね。味濃くて辛くて超コーラ飲みたくなりますね。お腹ペッコペコで食べるのがおすすめですね。あー、すごかった、強烈だった。なんか強いですね、パワーを感じましたね。デラックスバーベキュービーフ、ごちそうさまでした。8ハンサム。はい、というわけで2つ食べてみました。僕はバーベキュービーフの方が好きですね、どっちかっていうと。まあ、ただ今回マックめちゃめちゃうまいかっていうと、まあそうでもないっていうか、お、こういう感じっすね、みたいな。なんかアメリカ、メキシコ、南アメリカの国境あたりの風を感じることができる、そういうハンバーガーでしたね。強め。結構個性的で、人を選ぶソース、味付けだとは思いますけど、挑戦してみる価値はまああるんじゃないですかね。自分の好みを改めて知るためにもいいかもしれないと思いました。僕はまあまあ好きですけど。気になる方ぜひ。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。